ハラミアメは哺乳形類の分類群の一つ。中世代に生息していた生物であり、ハラミア類と表記する場合もある。なお、ハラミアはアラビア語でトリックスター、コソドロを意味する。かつてはハノミの化石、不完全なガッコツの化石しか見つかっておらず研究が進まなかったが、2013年に中国でジュラ紀中期のほぼ完全な骨格化石を発見したとの報告が、 複数寄せられた。ハラミアメの分類、系統は、哺乳口の期限の時期決定に関わる問題であり、2018年現在でも議論が続いている。哺乳系類の解分類であり、タオカハメと共に、移住アズナに分類されることが多い。ハラミアメを、哺乳口に含めるかどうかは、意見が分かれているが、これは、哺乳口の期限の年代決定に関わる問題であり、 ハラミアメを含めない場合は、ジュラキ初期の約1億8500万年前、含める場合は三畳気候期の2億1500万年、前に哺乳工の起源が存在していたことになる。また2021年には、ハラミアメがオオカハメにごく近縁であることが改めて示された。葉の化石しか発見されていない種が多く、分類には不明瞭な部分が多い。続。 種の一覧化が不明な属、論文によって、系統時における配置が異なる属もあるため、地域別、年代順に並べた。タイプ種は、複数種知られている属のみ記載した。グリーンランドヨーロッパ中国、ロシアアメリカ化石が少なく、形態学的な共通点はあまり確認されていない。第九種には、くぼみがあり、歯間の高さが不均一になっている。 モモンガやムササビのような滑空性の種を含む、山上気候期から少なくともジュラ気候期にかけて生息していた。2018年時点では、白秋に生息していたのかについて議論が続いている。2018年5月時点で、最も年代が新しいとされている化石は、米国ユタ州で、白秋前期の地層から発見された。 頭蓋骨化石であり、1億3900万年から1億2400万年前のものだとされている。ユーラシア大陸で発掘された化石が多い。最初に発見されたハラミア類の化石は、1847年にプリオニンガーらが報告したヨーロッパの三条気候期のものだった。当初発見された化石は、イギリスとヨーロッパの大陸部三条気候機のレーティアン。 外からジュラキ前期にかけての化石が多く、また葉の化石しか発見されなかったため葉の位置や方向は不明瞭だった。だが、1997年にファリッシュ・ジェンキンスらがグリーンランド東部でハラミヤ木、ハラミヤ科の親属新種ヘラミオビア・クレメンサニーのボ骨や上顎骨の化石を発見したと報告した。この発見は ハラミア類の死列を特定する手がかりとなった。ジェンキンスらは発見した化石と既存の化石を比較し、当時、トマシアとハラミアの二属に分類されていた葉の化石は、それぞれ、下顎と上顎の葉だったと報告した。2013年8月8日の、ネーチャーでは、ジャン、フー・ジョーラとシャウティング・ジャンラがそれぞれ、中国で、ハラミア目の親属新種の骨格化石を発見したと報告した。 ジョーラが発見した新種メガコナスマメリアフォーミスの化石は、原生種のアルマジロやケープハイラックスと類似する後足の構造を持つ陸生の四足歩行生物であり、毛皮を持つ生物としてはそれまで最古とされていたハリハメよりも古いものだった。また、植物の咀嚼に特化した葉の構造が見られたことから、ジョーラは哺乳系類で装飾性が発達した後に、 クラウン哺乳類が出現したと主張し、ハラミアメをクラウン哺乳類の外に位置づけ、タオカハメを哺乳口に含めた。一方、樹上生活に適した特徴を示す新種、アーバー・アラミア・ジェンキンシーを発見したジャンラは、イジュアズナをクラウン哺乳類の海分類とし、ハラミアメからタオカハメが分岐したのだと主張した。2014年にはシャンドン・バイラが、 中国で発見したジュラキの状態の良い化石六点を新種三種として報告した。バイラはハラミアメガオオカハメと共通の祖先を持つガワ系島群になっていると主張し、タオカハメの姉妹群として新しい分類群ユーアラミダを提案した。二千十七年 J ・クシールオラは中国のジュラキの地層から滑空性の親族新種メオパテジウムファーキュリピラムと ピリバラドン・ディプロマイロズの化石を発見したと報告した。2018年、アダン・ケイ・ハテン・ロッカーらは、米国ユタ州で発見した白秋前期の頭蓋骨化石が、ハラミア目の親族新種であったと報告し、シフェリドンはハカルムサッチと命名した。これはハラミア目の立体的な頭蓋骨の化石としては、最初期に発見されたものだった。また、この化石とモロッコで発見された。 ハヌドンタークイティの葉の化石がよく似ていったことなどから、ハヌドンを、大岡メへ分類することに異論を呈した。ありがとうございます。